早速ですが、今回は海上自衛隊の潜水艦について詳しく見ていきます。電池の革新的な革命が起きていますが、今後もっとハイテクな電池が出てくるでしょう。スターリングエンジンの相性も変化する時代も来るかもしれませんね。海上自衛隊の潜水艦、桜竜型の11番艦、桜竜と12番艦、桐竜は、世界で、初めて、リチウムイオン蓄電池を搭載した、通常動力型潜水艦で、それぞれ2020年3月5日と、2021年3月24日に就役したばかりの最新鋭潜水艦である。2021年9月現在の海上自衛隊においては、桜竜型、12隻を主力として、親潮型、9隻、他に、練習潜水艦として2隻、が就役中で、2022年3月には、桜竜、桐竜に続いて、リチウムイオン蓄電池を搭載、現在偽装中の、大芸型、1番艦、大芸の就役が予定されている。このように、近年の海上自衛隊潜水艦では、リチウムイオン蓄電池搭載が主流となっているのであるが、これに対して、中国メディアからは、疑問を呈する記事が散見されている。今日、頭上では、2018年10月19日に、桜竜に、リチウムイオン蓄電池が採用されたことに触れ、その利点について、紹介をしながら、中国海軍が採用しない理由を紹介した記事を挙げている。リチウムイオン蓄電池の利点については、電気自動車にも使われていて、これまでの電池の3倍の蓄電量があって、潜水艦の潜航時間が伸びるとしていながらも、発火しやすいという潜水艦に使用するのに、致命的な欠点があるとして、中国海軍が潜水艦に採用しない理由であるとしている。また、同じく、中国メディアの海自新も、2018年、10月24日に、桜竜について触れ、日本の潜水艦建造技術は、中国より15年進んでいると言われるが、発火しやすいリチウムイオン蓄電池を採用したことは、致命的な欠点であるとの記事を掲載している。こちらの記事では、2013年に発生したボーイング787旅客機でのリチウムイオン蓄電池の発火事故を挙げて、日本は、原子力潜水艦を保持できないために発火しやすいリチウムイオン蓄電池に頼らざるを得ないのであろうとの持論を展開した。確かに、ノートパソコンやスマートフォンでのリチウムイオン電池の発火事故が相次いだ時もあって、発火しやすいイメージがあるが、日本では、1997年より、防衛省の技術研究本部において、潜水艦用蓄電池としてのリチウムイオン蓄電池の研究を進めており、その成果として、安全性を確保して搭載しているのである。実際に、桜竜が浸水した、2018年10月以降、2021年9月時点までにおいて、リチウムイオン蓄電池の発火による、事故や改修工事などの報告はなく、桜竜、桐竜、ともに、通常の任務を遂行していることからも、その安全性は明らかで、今日頭上と海自身の指摘は、当たらないと考えられる。今日頭上にせよ、海自身にせよ、記事は、桜竜の浸水直後に掲載されたもので、その後2021年9月時点まで、特に、リチウムイオン蓄電池関連の記事は、見当たらない。いずれにせよ、技術的に先を越された、負け惜しみ的な記事を書いてみたものの、日本のリチウムイオン蓄電池が、潜水艦に搭載しても、問題のないレベルに達していることを認めざるを得ず、沈黙するより、他ないのかもしれない。なお、このリチウムイオン蓄電池を潜水艦に搭載する利点については、日本のインターネット上でも、誤解をしている記事が散見される。桜竜型の10番艦までは、潜航時の動力として、鉛蓄電池と AIP、非待機依存推進である、
スターリング機関が使用されていて、このことを受けて、鉛蓄電池をリチウムイオン蓄電池に変えたことで、静音性が高まったとしているものがあるが、音が静かになったとされるのは、オウリュウでは、スターリング機関が廃止され、その買い音がなくなったことに由来するもので、電池が静かになったのではない。双竜型においては、中盤管までついても、その静粛性は、前型の、親潮型よりも高められていて、世界でも最高水準であり、オウリュウ、東竜との差は、ほとんどないと言えるのだ。ところで、双竜型よりはうるさいとされる前型の、親潮型であるが、それでも、かなりの静粛性を持つことを証明する出来事があった。2018年9月17日に、防衛省から、海上自衛隊による、南シナ海での対潜水艦戦を想定した訓練を実施したとの発表があり、海上艦艇だけでなく潜水艦が参加していたことが、明らかされたのであるが、このような訓練において、潜水艦が参加していたことを発表したことが、極めて異例であるとされている。この訓練は、9月13日に、海上自衛隊のヘリコプター搭載護衛艦、いずも、型、2番艦、加賀、と、ミサイル護衛艦、村雨型の、稲妻、秋月型の、鈴月の3隻に加えて、潜水艦、親潮型の、黒潮が3回して、黒潮を、仮想敵国潜水艦と想定しての対潜水艦戦模擬訓練であったという。通常、このような軍事演習では、秘匿性の高い潜水艦の参加や行動については発表されないのが常であるが、この訓練においては、参加潜水艦の艦名を公表したのである。訓練は、中国が南シナ海で領有権を主張する根拠としている九段線の内側という、いわば中国の領海内で実施されており、当然のことながら、中国海軍は、複数の原子力潜水艦を派遣して、警戒と情報収集を実施していたであろうと推定されるが、対潜訓練であることからして、護衛艦側は、賑やかな中国海軍原子力潜水艦が潜んでいることをキャッチし、その動きを随時把握していたはずである。それらのことから、もし、中国潜水艦が、潜水艦、黒潮の動きを察知できなかったと、判断し得る事実を、海上自衛隊が掴んでいたとするならば、黒潮の存在を明らかにすることで、中国海軍が、海上自衛隊の潜水艦を探知することができないことを明らかにしたことになり、中国を牽制することになるのだ。今回異例とされている、黒潮参加の公表と、当時の安倍首相が、海上自衛隊では、15年前から、このような訓練を実施していると語ったことは、九段線内の海域において、中国海軍が探知できない、日本の潜水艦が、常に潜んでいることを伝え、中国の強引な海洋進出への抑止力としようとする意図が感じ取れるのである。日本の海上自衛隊においては、中国海軍が探知できないとされる、親潮型潜水艦よりも、さらに、静粛性とステルス性が高められている、双竜型が現在の主力で、その次には、最新鋭の、タイゲイ型潜水艦が控えている。中国海軍も、原子力潜水艦の静粛性を高めた新型を開発しているとされているが、動力を原子力としている以上は、機関停止ができないことや、熱排水の問題がつきまとい、その探知は可能である。中国原子力潜水艦に対する海上自衛隊潜水艦の優位性は、この先しばらく揺るがないと思われ、大きな抑止力として頼もしい存在となるであろう。